今井信子は日本のビオラ奏者、水戸室内還元楽団メンバー。1983年から2003年までドイツ国立デトモルト音楽大学の教授を務め、現在はジュネーブ音楽院とアムステルダム音楽院の教授を務めながら各国で演奏活動を行っている。1988年以来アンドレアグアルネリを弾いている。東京都生まれ、 6歳でバイオリンを始める。東方学園大学で室内学を斉藤秀夫に支持する。1964年、東方学園オーケストラのアメリカツアーでコンサートミストレスを務め、そのままアメリカに残り、タングルウッド音楽祭で小沢政治式ボストン教のリハルト・シュトラウスのドン・キホーテを聴いたことをきっかけにビオラに転校する。1965年、 イエール大学大学院に入学。1966年、ジュリアード音楽院に移り、ワルター・トランプラーにビオラーを指示する。1967年に、ミュンヘン国際音楽コンクール。1968年に、ジュネーブ国際音楽コンクールで最高位に入賞。1973年から1978年まで、フェルメール弦楽四重相談のメンバーとして、活動しながら、 北イリノイ大学の助教授として教弁を取る。1978年にヨーロッパに渡りソリストとして活動を行う一方、デトモルト音楽大学の教授として2003年まで、その後アムステルダム音楽院、ジュネーブ音楽院及びシオンのコンセルベトはスーパーユールアカデミーでミュージック、ティボー・バルガの教授として教育を続ける。1992年からは、 東京で教育的音楽祭、ビオラスペースを開催するなど、更新の指導にも熱心に取り組み、2009年からは東京国際ビオラコンクールの審査委員長を務める。彼女のために書かれた、竹光徹のビオラ競争曲、あ、ストリングアラウンドオータム、鳥が道に降りてきたなど多くの現代曲を初演した、他、バッハの無伴奏チェロ組曲全曲をビオラで録音するなど、 他の企画からの編曲作品も積極的に演奏し、ビオラのレパートリー開拓に大きく貢献している。憧れビオラと共に春秋社、2007年 ISBN 978から4から393934753。ありがとうございます。